藤川橋は、藤川に架か,かる橋梁である。同名の橋が複数あるため、本項目では、以下の橋梁について解説する。5から9については両岸とも、静岡県富士市。中部横断自動車道の富士川第二橋。山梨県道405号割小霧石線の、富士川橋中部横断自動車道の富士川第一橋。 新東名高速道路の新藤川橋、東名高速道路の藤川橋静岡県道396号、富士結線の藤川橋東海道本線の、藤川橋梁藤川水管橋、東海道新幹線の、藤川橋梁中部横断自動車道のマスホ、インターチェンジ6号 IC 間にある、道路橋梁。全長823メートル。 2017年3月19日の同区間開通と同時に共用が開始された。中部横断自動車道の有料区間としては最も長い橋となる。1955年3月に竣工した連続トラス橋。橋長145.2メートル、福井4.5メートル。山梨県南駒組みの部町の霧石地区と同町下田原地区を結ぶ。 中部横断自動車道の美信山 IC 南部 IC 間に建設中の道路橋梁。全長994.5メートルを予定しており完成した場合中部横断自動車道の橋としては最長となるまた山梨県内の橋としても最長となり藤川に架か,かる道路橋としては新藤川橋に次ぐ長さとなる透明高速道路の道路橋梁。 富士 IC 清水インターチェンジ間にあり、右岸側には富士川サービスエリアが隣接する。静岡県道396号富士竜線の道路橋梁。1924年完成の鉄橋橋町399メートル。対面通行。JR 東海道本線富士川橋梁線1982年の 台風15で橋脚中央部が流され別形状で復旧された東海道本線の鉄橋富士駅富士川駅間にある単線並列で下り線はトラス橋上り線はプレートガーダー橋1982年8月2日の台風15による富士川の増水で下り線の橋脚中央部が倒壊し75日間不通となった 復旧までの間は暫定ダイヤを組んだ上で藤川駅と富士駅の間を単線一閉塞とすることで列車の運行を継続する手段が取られた藤川右岸にある日本系金属の水力発電所の発電用水を左岸の静止工場群に給水するための従連アーチ橋静止工場による地下水の過剰組み上げが原因で地下水位の低下や 海水の地下流入を引き起こして問題となったことから1970年3月25日に144億円の公費をかけて完成。東海道新幹線の藤川橋梁。走行中の車両は N700 系東海道新幹線の橋梁。新富士駅静岡駅間にある。全長1373メートル。本橋梁の完成時から。 東北新幹線の第一北上川橋梁が完成するまでの間、日本で一番長い鉄道橋であった。ありがとうございます。